衣ロモ上北駅は大阪府東大阪 C36 丁目にある西日本旅客鉄道大阪東線の駅である。駅番号は JRF13。駅は東大阪 C3 と大阪市平野区上北にまたがっており、2019年には JR の旅客営業規則における大阪市内の駅に編入された。大阪東線の計画段階より、 JR 長瀬駅から新上駅間の営業キロは2 7トルと比較的長いため東大阪市が大阪市との市境付近に新駅設置を要望していた。同線開業後の2011年3月31日に JR 西日本大阪府大阪市東大阪市等で新駅を設置することで合意したことが発表され。 2018年3月17日に当駅が開業した。建設中のホーム総体式2面2線の高架駅で8両を編成対応。各ホームにエレベーターを1機、エスカレーターは各ホーム2機ずつの計4機が設置されている。駅西側には東大阪市が災害発生時に避難場所、緊急活動拠点として活用できる駅前交通広場を整備している。 放出駅が管理する JR 西日本交通サービスによる業務委託駅であり、一部時間帯は無人となる。そのため改札機、券売機、生産機付近にはインターホンがあり、無人時間帯はコールセンターのオペレーターが対応し、各種機器を遠隔制御している。他の大阪東線の中間駅と同様、開業時から緑の窓口は設置されておらず、 緑の券売機が設置されている。大阪東線の途中駅にはステーションカラーが導入されており、当駅のステーションカラーは水色である。駅のデザインコンセプトは、ものづくりが紡ぐ歴史と、街としている。改札内に多目的トイレ併設の手洗いがある。2019年度の1日平均乗車人員は2146人で、ある。大阪東線では、最も少ない。 開業後の1日平均乗車人員は以下の通りである。出店、ありがとうございます。